ワーナー・マイカル・シネマズ。ワーナー・マイカル・シネマズは、かつて存在した、シネマ・コンプレックスの野号である。イオン・グループの株式会社、ワーナー・マイカル、現、イオン・エンターテイメント株式会社が運営していた。2013年7月1日、イオン・シネマズ株式会社が運営していた、映画館との統合により、イオン・シネマに解消された、解消後の映画館については、 イオンエンターテイメントの項を参照。ワーナー・マイカル・シネマズの運営会社は、イオンの完全子会社で現在は、イオンエンターテイメントに改称されている、株式会社、ワーナー・マイカル、英称、ワーナー・マイヒャル・コープ。設立当初は、日イとタイム・ワーナー・グループの合弁会社であった。1993年に、 日本初のマルチプレックスシネマとされるワーナー・マイカル・シネマズ・ウェビナ、神奈川県ウェビナ市を開業した。商業劇場では国内初となる THX 認定を1スクリーンで取得。当時はあまり普及していなかった DTS などのデジタル音響システムや傾斜角の大きいスタジアムシートを導入するなど音響の良さ、見やすさを歌っていた。また6つ以上のスクリーンを持ちながら 入り口、ロビー、映写室等を共有し、商業施設と併設する、シネマコンプレックスの日本におけるオーソドックスなデインを、確立した。また、映画の本編が始まる前の CM 枠で流れる、劇場マナームービーや、館内のグッズなどでは、ワーナーブラザースが制作している、バックスバニーをはじめとするルーニー・ティーンズのキャラクターと、 コラボレーションされており、他のシネコンとの差別化を図っていた。創業以降、サティ、ゲン、イオンやビブレ等、マイカルの店舗に併設されるケースがほとんどであった。しかし、マイカルの経営破綻により、イオングループに入り、イオンモールなど、イオングループが運営するショッピングセンターに併設されることも増えた。一方で、タマセンターや、 ノースポートモールなどイオングープ外のショッピングセンターに設置された例。また広崎、北上のように現在はマイカルの参加から離れた店舗をキーテナントとするショッピングセンターに引き続き併設されている例もある。ただし、イオンが資本参画しているエーを各店舗とするショッピングセンターには進出していない。2001年9月にマイカルが経営破綻した影響により、裏は 川崎、市の関、帯広、本城をはじめとする複数の出展計画が中止となった。このため、移転を除くと2001年1月26日に開業した加古川から2004年11月12日開業の臨空船難まで3年以上の間、新規出展が行われなかった。また後に、当時の親会社である、ワーナーブラザースインターナショナルシネマズが、 日本国内に直営劇場の展開を計画したが、2007年11月に取りやめを決定し、その余波でエルミ・コーノス、埼玉県コーノス市へのワーナー・マイカル・シネマズ・コーノスの出店が急遽中止になるなどの影響が出た。なお、ワーナー・マイカル・シネマズとして営業していた、工日の解消以前の段階では、席数が最も多いのは東京都板橋区にある、 ワーナー・マイカル・シネマズ板橋・イタバ2326席で、最も少ないのは、山形県米沢市にある、ワーナー・マイカル・シネマズ・米沢、948席であった。イオン・リテールとの吸収合併により2011年2月28日をもって、マイカルは消滅しているものの、それに伴う解消は行われず、引き続き、マイカルの名称が使用されていた。しかし、 2013年2月28日にタイムワーナー、現、ワーナーメディアグループが資本を撤退し、ワーナーマイカルがイオンの完全子会社となり、同年7月1日にはワーナーマイカルを存続会としてイオンシネマズと統合。社名はイオンエンターテイメントに解消した。これにより、スクリーン数は609となり、東方シネマズを抜いて、 日本国内最多のスクリーン数を運営する映画工業者となった。劇場名は同年6月から年内にかけてワーナー・マイカル・シネマズから解消しイオン・シネマに統一するとしていたが公式サイトにおける劇場名称や劇場の交渉としては会社統合と同日付でイオン・シネマに統一され25年にわたり使用されてきたマイカルの名称も消滅した。なお、 看板などは、同年内をめどに全劇場の変更を完了した。統合前の最後の3日間、6月28日から30日には、ワーナー・マイカル・シネマズからのありがとうの3日間と、称して、ルーニー・トゥーンズのサンクスカード、映画チケットの購入時やオリジルブツ、ドリンクやポップコーンの購入時を先着でもらえる、プレゼントイベントが、全館。 61サイトで開催された。以下は、ワーナー・マイカル・シネマズに存在したサービスである、イオンシネマへの統一後も存続しているものもある。ジネマ・ライフという映画情報が掲載された、フリーペーパーを配布している。過去には、やはり、フリーペーパーの、カミング・スーンを配布していた時期、1997年から1998年頃、や、優勝の、近日、 クラブという雑誌を販売していた時期、1999年から2001年頃もあり、上映作品の宣伝戦略は何度か変わっている。2008年後半より、リールド方式の設備を各劇場に順次導入し、対応劇場では、ワーナー・マイカル・デジタル 3D シネマとして 3D 映画作品の上映を行っている。日本国内では、 エクスパンディを導入するチェーン系劇場、シネマコンプレックスチェーンが多いが、それと対比して、メガネが軽い等の長所を、インフォマーシャル等で取り上げている。3D 鑑賞料金は、基本料金プラス400円だが、初回鑑賞時に渡された、3D メガネを持ち帰り次回鑑賞時に持参すれば、3D 鑑賞料金は300円に値引きされる。一部の劇場では、日本ビクター製。 ビールの方式の投影に対応した業務用 3D ディスプレイと 3D メガネを設置し 3D 上映作品の予告編の再生を行っている。ポップコーンハーゲンダッツなどの食品やペプチコーラをはじめとしたサントリーフーズ製品のドリンクを販売している。1996年頃まではコカ・コーラを販売していた。ビールはサントリーではなく アサヒスーパードライを販売しているところもある。なお、コンセッションで購入していない持ち込み品の館内での飲食は禁止されている。以下に記すのは2013年6月まで株式会社、ワーナー・マイカルが運営していた、もしくはそれ以前に撤退した映画館である。各映画館の規模、併設施設等も2013年6月時点、もしくは閉館時点のものを記す。 イオンシネマに名称統一後の映画館についてはイオンエンターテイメントの劇場一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。